も相当うまいですからね彼は。外も緩いボール三振、ツーアウトランナー二塁です。となるとさすがに4番が多いんでね、もう低めの変化球でなんとかあのゴロ打ってくれっていう気持ちで投げたいと思いますけど、はい、今ねマウンド上の木塚も同じこと言ってましたよ。ストレート勝負ってのは藤川君とかああいう人だけのこと、はい、みんなそれが当然だとやめてくださいって言ってましたね。なんか暗黙の了解みたいなところあるんで、あの変化球投げたらちょっと違反じゃないかっていう感じ。そうですね、うん、だから上原が初球カーブとか投げてくれたんでちょっとホッとしましたけど、はい、あそうですか、はい、でもやっぱり抑えてね、抑えるのが一番だな。そうですね、はい、さあ木塚はそういった意味ではチャンスありますよね。初球ストライク。2000本安打を間近にしている福浦との対戦でスタートになります。後ろでどうなんですかね、矢端さん。木屋根はおそらくインコースどんどん強気で来ると思うんで負けずに打っていきたいとお声は話をしていました。独特のフォームから投げる2年生サウスポー。野茂英雄这个半局从第九棒的陈子宏开始投袭，帽还没有发福的一个状况，对。从这个角度来欣赏一下高崎骏龙卷风式头发。L から O に変わりましたと話してました。その怪我をいい方向にというピッチャーの高橋です。川口さんもこう右足を大きく上げるようなフォームだったと思いますが、はい、そうですね、どうですかこのフォームは。あのタイミングの取り方がね、ええ、あの彼なりに合ってるんじゃないですか。ピッチャーでやっぱり試行錯誤しますんでね、はい、グラブの置いてる、あの置いてる位置でも上に置いたり下に置いたりしない、まあ、エネオスもですね、本当にこういわゆるこのストライクゾーンの四隅、これが本当にいいところに行ってるなっていう感じですもんね。そうですね、まあ、あの一番気をつけなきゃいけないのはやっぱりボールが高くいくことですよね、はい、まあ、高さだけ